トミーローはアメリカ合衆国のポップス歌手、シンガーソングライター。1962年にかわいいシェーラが全米1位を獲得。1969年にディジーが全米全英1位を獲得する。妻はフランスの女優ジョゼッテ・バンゼット。バディホリーのフォロワーとしてデビュー。1962年自作曲かわいいシェーラが全米1位を獲得する。 2012年、ロカビリーの殿堂入りを果たす。2018年2月7日、引退を発表。ゼンナウ、エブリバディ・リアリー・ラブズ、トミー・ロイ、パートとオービート・マガジン2015年4月29日、トミー・ロイ、ファーザー・オブ・バブル・ガム・ポップ・セレブレ e ツ55、イヤーズ・イン・ザ・ミュージック・ビズ・ラット・フーサ2017年4月27日、ホール・オブ・フェ m ム。 ハットトミーロイリタイアサベンタージアバイナルニューズ2018年2月7日、ビルボードチャートヒストリー、ハットトミーロオフィシャルチャーツ。ありがとうございます。